はい、行きましょう。丸腰、三越、三越新座。もうちょいで、ゴールですね。私のホテルに、宿泊のホテルに戻りたいと思います。昨日ね、昼間がね、もうちょい暖かかったら、ちょっと、夜ですね。暖かかったらもう夜っていうか夕方ぐらい、5時ぐらいに回れたんですけど、昨日はね、寒かったですね。1桁しかなかったですから、ちょっとさすがにね、難しいですね。大通公園の札幌北洋銀行、10時54分経ちた。10時54分、時間が札幌大通り、行きましょう。札幌あれなんですよね、やっぱり下が地下街がね結構充実してるんで、寒いからね、やっぱこの広場がねやっぱり一番でしょうね。じゃったーん、やっぱ一番でしょうね。丸い米があるのかね。丸い米が一番ですね。丸い米。この花の景色がまたいいですわ。こういう感じの雰囲気がいいですね。じゃあ分離、時間が10時56分、10時56分ですよ。もういや1時間回っちゃいましたね、なんだかんだで。なんだかんだ1時間待ってしまいました。あれ、この前去年、あれ旭川行ったのがあれ4月の下旬だから、1年後にもう1回来たのか。なかなかのアイコス。アイコスですね。
島北一条ビル、今日はちょっとね、リーチマージャン栄え、観光バス北見、もうちょいで終了ティングですね。我がですね、ホテルのここにゴールインですね。まあ楽しかった。やっぱいろいろ回るためにはね、相当回らないと回る必要がありますよね。だけど歩車分離、これがいいですね。歩車分離、歩車はねなかなかね大変なんだけど、これがまあなかなかいい感じのところですよね。歩車分離のいいところですよ。苫小牧、室蘭、登別、洞爺湖温泉、静内、浦河、そこは岩見沢、三笠、栗山、夕張ですね。もうちょい先の方は滝川と留萌ですね。
滝川の留萌方面、もうちょいでゴールしますけども、まあ札幌はもう足立区の100倍ぐらいの勢力ですね。100倍っていうか1000倍ぐらいかな、比較できないですね、その何倍というよりも。でそこを左曲がりましょう。あ、駅前行くか。駅前行ってまっすぐ突っ込もう。JR 札幌駅。もうちょっとで札幌駅前に着きますけども、北洋銀行、ポケモンセンター札幌。この景色がね、ベスタ札幌駅。私の泊まってたホテルですね、読売新聞札幌ビルですね。今外観の工事してるんですよね。空港連絡バス、読売北海道ビルです。私のホテルからこの景色が見えてました。ドドーン。このホテルは私泊まったホテルです。これの12階ですね。ドドーン。じゃあ表でちょっと終了したいと思います。じゃあこの届きました。